はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。前回からかな、前々回ぐらいからかな、ちょっとね、遠出しまして、ついに前回たどり着きました、この汚染地域。しかもいい感じにね、赤と緑の交わってるところ来たんで、両方チェックできるかなっていう感じです。で、今赤いところに向けて穴を掘りました、前回。で、こっち何もないんだけど、正面にね、ちらっと右、ほら、右上見てもらっていいかな。あるんですよ、木が。なんで、あれもちょっと気になるんで、今回ちょっとあれも確認しようかなって思ってます。とりあえず、まあ、先に汚染地域行こうか。地下は大丈夫なんですか？地下行ってくださいっていうコメントあったんで、これ明らかやばいよね。 これ明らか汚染地域っすよね。汚染された土を持って帰ったらいいことあったりしねえのかな。汚染された土とか書いてあったりしないかな。壊せよ。あ、土なんだね。土です、これ。やっべ、やっべ、これ。いや、これ入ったら絶対汚染されてるだろ。これはまずいって。これまずいって。って入るよ。入るよ。ほらー、ダメやん。158。ちょっと待って。158から138まで減ったよ。あ、20で合ってるか。合ってるわ。合ってました。ちゅうわけで、汚染地域の下は、多分岩盤までだね、これね。確認はできないけど。下までずっと、この土が入ってます。試したいか。これが仮にさ、いや、でもそんなわけねえよな。試そう。フレームでいこう。もういろいろやるのめんどくさいから。今思ったのがね、このブロックに対してダメージがあるのは、ブロックじゃないところを歩けばいい。ああ、鹿さんもやられちゃってるやん、ほら。前回言ったでしょ？鹿さんも何にも死んじゃうんだって。だから入っちゃいけないのにさ、入っちゃったんすよ、鹿さん。あの鹿さんから美味しい肉が取れるのか。 待って、明らかこれオーバーフローしてるよね。済ませてよっか。フレーム作って、バイク、やっべ、こんなところでバイクなくした俺もう終わりだよ。あった、何しまおうか。川とかいらなくね。これの方がいらないの、よっぽど。何作るか分かんねえから、とりあえず持っとくか。じゃあ、あとショットガンの弾がいらないね。10ミリラウンドもいらないわ。草も生えてるからいい。よし。これで。木切って。よし。行きましょう。2段ぐらい積みたいよね、どうせなら。絶対ダメだろ、これ。絶対ダメだろ。お？うわ、ダメだった。 じゃあもうちょっと攻めてみるか。いくよ。いって、入った瞬間食らったかな。ダメだね。高さ関係ないね。このライン越えたらアウトですね。じゃあ、この土にダメージがついてるわけじゃなさそうです。本当にもうこの範囲に入ったらアウトっぽい。まあ、見てみよう。
まあ俺の座標ってここに出るんか。あれ？ああそういうこと？細かくは出ないんだね。つか1万超えたらとかそういうわけでもなさそうだね。足して1万超えたらかな。余裕で超えてるな。とりあえずじゃあこっちで、あ待って、もうこのまま行ったら前みたいになるから、前みたいになるの嫌だから、こんなところで死にたくないし、あどうしよう、警察署からあれかっぱらってくればよかったね。しまったな、警察署からあれを取ってくればよかった。これでいいか。1個かよ、こんなところで1個かよ、きついな、怖いな。そんな無理だろ、そんな無理だろ。ここにしよう。うわよし、ここでいいや、ここで行こう。よしよしよし、行くぞ。ほら遠くを見るために、ちょっと待って、喉乾いてる。別のシーンは嫌だ、落下死とかは嫌だ。ここまで来て落下死とか、何ガシガシ、飲んだ、どこまで飲めるかな。よし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 、なんもねえじゃん、ほんとなんもねえじゃん。あちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ここまで来たらあれ持ってこよう、どうせ飲んで。あれどこ行った、俺のバイク、俺のバイク、バイクさん、バイクさん、私のバイクさんいらっしゃいませんか。いた、よし、ゾンビとかマジごめんだから。あこれ種や、種いらない、種いらない。ゾンビさんと遊んでる余裕はないんだよ、私は今真剣なんだよ。これね、よし、これと、これいらない、よし行こう。フラッシュライト持った、どこだ、ここかな。どれぐらいだっけ、数覚えときゃよかったな、前の。見てもわかんないか。そういえば俺ね、このエレベーションがね傾きだと思ってたんだけど、これもしかして高さだったりする。8、やっぱそうなんだ、高さなんだね。え、じゃあ俺さっきまでいた場所マイナスだったの、もしかして。でこのゲーム何マスまでやるの、うわすげえ。いやもうロードの範囲超えてんじゃん。あーこれなんもないっす、なんもないっす。あっちが気になるな、ちょっとなんかありそうだよね。ただ街がね突き抜けてる場合はあるんだよね。こっちとかないのかな。これ穴落ちたらほんと一発アウトだね。とりあえずこっちはやったんで、こっち側でも一回穴掘って、あこの穴使うか、この穴使って入ってみようかね。上まで行こうかなって思ったけど、ちょっともう何もないの完全に分かっちゃったね。こんだけ見て何もないなら行く意味ないんで、どうしよう、そうしましょうどうすんだよっていう。とりあえずあっちが行って穴掘りましょうか。赤いところの地面はアウトでした。本当に地面っていうか、あゾンビさんがいる、やっぱゾンビさん
耐えれるんだな。悔しいな。ゾンビさんは耐えれて俺はダメで、しかもダメで、まあそれっぽいよね。むしろ元気良さそうだよね、ゾンビさんあん中では。カサって聞こえたよな。どっかないのかな。そこら辺じゃなかったっけ。あ、今の火薬だね。あ、これだ、これ、これです、これ。うっ、バカバカバカ、あっぶねえ。こんな手前から穴開いてると思わんかった。まあまあだ、ね、この家水溜まってたりしねえかな。あ、やっかんだわ、マジマジ超絶ナイスタイミングの水入り、素晴らしいや。いや今ね、ちょっとコートまで着てるから暑いんですよ私。ラッキー。こんな感じの家だったなと思ってたけど、本当にビンゴで引き当てると思わなかった。この家掘り起こしてみたいな掘り起こすの好きだから仕方ないわ。一方角ではね、ちょっと下に行ってみようかな。あれ、これってもしかして俺一回落ちた、昔ここ一回落ちたかもな俺、バイクで落ちてるかも。何あれ撃っちゃった、撃つ必要ないのに撃っちゃった。バイクで一回落ちたかもね、ここ。まあいいや、じゃあ掘っていきましょう。Your experience at ストレージって書いてあった。なんかおかしくね、今の今の表記何だったんだろう。普通の経験値の表記だっけ。あれ、なんかちょっと気になる今の。なんだ、ちゃんと読めればよかった。はいはいとか思ってたんで最初の方。うわー、今のはちょっと気になるわ、何の表記だったか。よし、どんどん行こう、どんどん行くよ。いやー、結構雑に行こうか今回は。どうせね、あの汚染地域になったら緑色の壁が出てくるはずなんで、私の想像が正しければ雑に掘り進んでもいい気がするんだ。すぐ分かるはずだから。前回怯えてたんだよね、下手に掘ってて引き返せなかったらどうしようっていう。なんだ、まあ緑の壁があると分かったらどんどん掘ってっちゃおうよ。まだだよね。あれ、意外とこれ超えたんじゃない。いや、もうちょっと遠かったのかな、遠かったのような、違うかのような、どうだっけ。あ、なんかおかしい、なんかおかしい、ちょ今の段差やばい、帰れない段差だ今のは。わいちょちょ違うわ今のは。よしよし、これでいいのか、これダメじゃないか。帰れる段差、ピッケルが壊れない限り帰れるっちゃ帰れるからいっか。お、もしかしてこれ超えたんじゃないですか。いや超えてないかな、さすがに。いや結構さ奥まで来てるよね今回ね。お、もしかして、もしかして、いやあったわ、これです、これがレイの壁です。レイの壁です。
これ以上言っちゃあかんやつです。じゃあこの言っちゃあかん壁に体をくっつけたらダメージ食らうのかやってみようか。とりあえず HP はマックスで OK で、これ装備して OK 行こう。体くっつける分には全然 OK なんだね。なんだけどちょっと踏み入れるといってばびっくりした。このタイミングで雷落とすなよな。マジバカか。なんちゅうタイミングで雷落としてくるんだよお前。爆発したのかと思った。なんかが待て待て、俺 HP 回復して、はい、はあ、マジ焦るわ。ちょ待って、俺ダメージ食らい続けてない、大丈夫？あれやべ、なんか俺食らってるわ。オーバーヒートってダメージありましたっけ？やばいなこれ、これダメージ入ってるぞ俺。なんか汚染されちゃったかな俺完全に。やばい。とりあえず上まで上がって水に浸かってこよう。やべやばいって絶対。うわうわ、うおーじゃねえんだよ。やべ、あっつやっつや、あっつやっつや、早く早く早く水に。あー気持ちいい、いいね。いやーここいいっすわ。あそうだ、どうせなんだよこれ、スクラップしていいや。もう一応持っとく。石ってどうやって固めるんだっけ。あこれか、よしよしよし、まとまったまとまった。でウェアウェアじゃなくて、これを着替えましょう、着替えましょう、着替えましょう。もう結局地下でもどこでも汚染地域はダメージ食らうっぽいです。検証検証作業完了でいいんじゃないかな。で今俺は面白いもん見つけたから、あれを持ち帰れないかな。なんか前あのパイプ持ち帰れますみたいなこと言ってた気がするんだよね。これももしかしたら持ち帰れるかもしれない。どうよ、ダメか。おおおおお、あっダメか、これダメなんだね、残念。じゃあ持ち帰るのは工場のあれだけか、ちょっと残念かな。よいしょ、おもう暑いの冷めてきたかな。よし、あとはこの、あここ息できねえんだ、きつ。ちょっと待て。よし、ふう、よし、これで破壊作業しようか。ゾンビってそういえば水没するんだよね。じゃあ湖の上に家作ればいいんじゃね。あ無理だ無理だ、あいつら足壊してくるんだ建物も。そうか、えなんでなんで水圧違う、水圧つか水、こっち天井の高さ違うね。なんでだ、なんで天井の高さが違うんだ。えどういうこと、ん、これは何かあるのか。いやそんなことねえな。これさっき壊したのどこ？ここがあって、ラダー。
べ上がるわけないか。あれ、あ、やっぱりそうなんだ。へえ、面白い。いや、何が面白いかと言いますとだね、あれ、ちょっと待って、上がれなくなっちゃった。まあいいや。へえ、そうなんだ。あの部屋ってさ、外にあったんだね。庭にあったの、庭に。このラインが、このラインが、あの、地下室のラインなんですよ。で、ここの下に部屋があるんだよ。面白いね。知らんかったね。掘ってみよう。ちょっと。ほら。え、面白い。ほら。あー、え、これって前俺。庭どうしたんだっけ。俺こっち前畑にしてなかった。ほったらかしにしてたんだっけ。あ、ここだ、さっきのところ。あ、面白いじゃん、ここ。こういう感じだったんだね、地下室。じゃあ、あっちとかさ、ちょっといい感じになってんじゃん。へえ、面白い。やっぱ掘り起こすの楽しいな。いやー、発掘してるね。面白いじゃん、これ。これ全部切り取ったら、切って壊れんのか。お、壊れた。スポーンって抜けちゃった。ええ、面白い。いや、面白かった。というわけで、今回ここで終わりかな、もうね。とりあえず、このなんていうの、汚染地域は赤でも緑、あれ、あれ、え、ここさっき緑だったやん。ちょっとどうかな、近づいたら緑になるのかな。それまでチェックしてから終わりにしよう。赤でも緑でも変わりませんって言おうとしたらさ、こっちも赤なんだもん。そんなわけあるかい。よし、これぐらいでいいだろ、これぐらいで。これぐらい、これぐらい、これ、これぐらいでいいだろ、さすがに。はい、赤伸びましたんで、赤は赤でした。全部赤です。で、あそこなんか落ちたらもう、ほんと帰ってこれないっす。というわけで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。どうしよっかな、次回は。なんか、まあ、とりあえず一旦帰るか、帰るか何するか考えていきたいと思いますので、よろしかったら次の動画見てください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。